左これ？いや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 、これはまたやってんね。ぐいぐるさんまたやってね。すごい道来たね。これは抜け道感あるね。まあまあ早そうだけどね。なかなか抜け道感あるよこれ。500m 先、左方向です。左。ああそこか。はあ、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 この左は、なるほどな。左だから、ぐるっと戻ってきそうな感じになるけど、そうじゃなくて、そっからまた、この川沿いにすっと走ってくるんだね。だから、この左はかなり優秀そうだね。これはいいだね。よし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 。キロメートル道なりです。これ上は県道9号なのか。ね、高岡市街に入り、湯水って聞いたことあるわ。この辺りになってくると地名を言われてもピンとこないこともありますからね。富山になるとさすがにね。でも意外とやっぱ上空風は強いんだな。煙突の煙はだいぶよく向いてるの。よっかいちょこの高い地にないやつでもあるんですもんね。穴に出てるとか意外と風はあるんで、車を運転するときはちょっと頭入れてとかね、こういったカーブとかでポッと煽られてね、回転車線でピュッて出ちゃうとかね、危ないですからね。あうわ。まあ、そりゃこっちの辺りは気はそんなに赤くないですもんね。やっぱあれですね、やっぱ水の出る機械が、やっぱ影響あるんでしょうね。これは普通に融雪剤で行くのかな。新高岡駅、まで来てんだ。結構来てるね。道なりです。はい。6km道なりです。これなかなかの道なりだね。これはかなり快適な道ですよ。川沿いってことはこれ確実に海の方に向かってますもんね。あ、これ上走ってるの北陸新幹線か。通ってくの見れるかな。さすがにないかな。
え、もしかしたら運休してるかもしれんもんな。そうですね、これが北陸新幹線なんですよね。ああ、すごい乗客だって立派だもの。走ってきたぜ、走ってきたぜ。それからいい、富山を、伊香岡をバイパスしてく。なかなか優秀な道じゃねえか、これは。いいじゃないかい。なかなか満足のいく道になっておりますぞ。これは、北陸本線。まあ、今のは、何だったっけ？越前鉄道か、何だったっけ？北陸鉄道か。あ、乗客のあれやってんだ。はぁ、あ。三女子。すごい名前だ。うわ、庄顔、庄内顔じゃないんですね。ケイザーあんだ、こっちの方ね。へえ。なかなか、なかなか、無謀なところが出るんでね。へぇ。おぉ、これ、国道8号線か。新港の方に行けちゃえるんだ。あ、でも新港に一回出てしまえば、そこから海沿い行けば、氷見線の方には入れるはずですからね。